平成30年9月、全国高等学校総合体育大会優勝者らに顕彰紙が贈られました。授与式に先立って行われた報告会では、自身の優勝を知事に報告しました。以前では調子がよく1位で通過することができました。決勝戦では一度順位を落とすことがありましたが、心の中で自分は大丈夫と唱えて挑みました。まさか自分が受けてもらえるとは思ってなかったのですごく嬉しいです。今後は大学卒業して社会人とか含めた大会でも日本一になると思います。私たち空手競技は 500m ではスタートからゴールまで自分たちでも納得できるいいレースができたと思っていて、ぜひ優勝することができました。去年は C4 で優勝を今年は C2 で優勝してもらえたので嬉しかったです。 500m で優勝することができて、素晴らしい賞をいただいて本当に嬉しかったです。今回はシングル種目で顕彰紙をもらえて本当に嬉しく思っています。彰子、全日本ライフル射撃競技選手権大会ビームライフル女子一射優勝、高村美優殿。